え、先ほど半年で離婚したもんです。選んだ私が、アホなのは承知の上、励まされてません。励ましてかなあ、すいま励ますの忘れましたね。すいません。えー、っと、まず、良かったなというのは、世の中の人というのは、合理的にものを考えるわけではない。感情で、人を動かして、自分の利益を最大化するという人が多いというのを、映像エリクサンさんは多分男性だと思うんですよね。で、女性は、その割合高いです。なので、今後結婚するときに、あ、しかに人ってこういうものだよね、っていうのがあって、いかに相手を怒らせないようにして、うまくコントロールするか っってていいううののが大事だよねっていうのを学べたと考えればで、半年で学べたっていうのは結構いいと思うんですよね。5年とかで下手に子供とかできちゃうと、もっと離婚するの大変なので、半年で別れられたっていうのはむしろ得だったんじゃないかなと思うんですけどね。で、逆に30後半とかで別れたりすると、なんか慰謝料くれよとか、30後半で社会に出て仕事をするのは仕事見つけるの大変だからずっと余裕福祉くれよとか、なんか色々金引っ張られる可能性があるんですけど、半年だとなんかあの、さらっと別れて金銭的な問題があんまりない状態だと思うので、すげえラッキーなお きいろゆかチャンネルキロキキきいろゆききりぬききいゆかチャンネルいまゆききりき